ううおおー元気 <laughs> そうでもないな顔が疲れてるけど大丈夫か来週から夏休みじゃんなもうちょっとポジティブな子さ元気にいこうぜちなみに目標達成た夏休みうんお立ててる偉い偉いあれ先週達成たえ見して見しておーいいねいいねえちなみにこの目標は先週からやった やってないえ、なんでえ、夏休み入ってからやればいいかと思ったと。まあまあそう思うよな。確かにな。夏休みの目標だしな。でもね、それは甘い。ははは。ダメ出しでごめんだけど、それは甘い。じゃあ、来週から夏休みじゃん。今週1週間あるじゃん。この1週間、もうこの夏休みの目標に向かって頑張るんだよ。夏は始まってんだから。夏休みは始まってなくてもね、始まってんのよ。なんでかっていうと、あのさ、こうね、人ってスイッチパチって切り替わんないのよ。 今までこう、あんまやってなかったって人が夏休みに入ったことをきっかけにめちゃめちゃ頑張れますって、超レアケースだから。めったいない、そんなことは。絶対に準備運動というか、ウォーミングアップの期間が必要なの。人にはね。それが今週よ。この一週間ね、やっぱりしっかりやって体を鳴らしておく。勉強ができる状態にね、鳴らしておくと、夏休みに入った時に、いいスタートを切れるわけ。 なんかイメージできないなんとなくだらけちゃってる自分がさ、それがイメージできてるうちは良くない。いい必ずちゃんと時間がない。今学校あるから時間ないでしょでも時間がない時にうまくやりくりできるから時間をたくさん得た時にやりくりできんのよ。お金も一緒いい。少ないお金の中でやりくりできる人が大金得た時にうまくやっていけんのよ。それがちゃんと少ない時、少ない時間も少ないお金もね、やりくりできないやつはね、うまくいかないんだって。 だから、今週一週間、ちょっとね、あの、スイッチ切り替えて、いやあのね、やってみ。そうすれば、7月の、あの、夏休み入ったとか、ね、インスタート切れっから。それをやらないとどうなるかっていうとね、7月の夏休み入った、その、20日ぐらいから10日ぐらいあるじゃん、夏休みが。そこでウォーミングアップすんのよ。で、ウォーミングアップして、うまくいく人が、8月の頭からね、ちょっとこう切り替えられて頑張れると。で、うまくいかないとどうなるかっていうと、気づいたらお盆になってんのよ。あ、やばいっつって。 宿題さえ終わってないみたいなことが起こるわけ。あるでしょ俺もそうだった。ね。そうなっちゃうから。で、そうなると、もう後悔する夏になる。もうそれにもう片足どころかもう体も突っ込んでるから。そうなりたくなかったら、ひとまず今週頑張ってみ。のテストもないでしょまあテスト返しの方もいるかもしれないけどね。<え>この一週間しっかりやる。でもそのしっかりやるっていうのは、めちゃくちゃ頑張るとこじゃないのよ。自分で決めたことをちゃんとやる。<え>休みの人は違うんだから。もち時間はないんだから。 それやってあのスイッチを切り替えて今週一緒やってみそしたらいい夏に、ね、いい夏のスタートが、ね、切れるから頑張っていい応援してっからいちゃまたねちなみにお前ならできるから <laughs> 俺が保証するオッケーお互い頑張ろうなういまたね